まあ、そもそもの話なんですけども、はい、アジサイを植えたきっかけっていうのはどういうことなんですか？いやー、これはあのこの地区が7月がお盆様ね、先祖供養の月なんですね。だからその次何の花があるかっていうと、この土地に一番また土地にもあったアジサイ、墓地行くまでの街道を、まあ、花で埋めようというのが最初の発想ね。量を増やしたのはお客さんでしょうね。自分が丈夫だったということもあるし、まあお客さんが広げてくれたっていう。まあ自分もと70の時から若干自分のやっぱり体の衰えは感じてきたようだね。あの日昇るとか。誰かがやらなきゃいけないっていうのがあって、でまあ、あの私地元の人間なんで、このアジサイ山は本当に地域の宝物なので、ここがなくなっちゃうっていうのは本当に悲しいし、もし僕らで何かできるんだったらってことで、あの、まあ、ちょっと腹を決めて町主さんにいろいろ、まずアジサイのあの字も知らなかったんで、まあ、その管理のことだったり大山のことだったりを教わり出したのが、まあ、5年前ですね。毎年こう今こうやってきれいに咲いてますけど、きれいに咲かせるには毎年必ず管理が必要で、アジサイの剪定っていう作業がメインなんですけど、あのアジサイをきれいに咲かせるために、あの無駄な枝とかをこう切っていく、であのきれいな花物を作っていくっていうのが、まあ、管理のメインな作業なんですけど、まあ、それをまず教えていただいて、またその、まあ、やり方もそうですし、スピードも、まあ、1万株以上あるんで、それを管理していくには、まあ、そのスピード感とかも大事で、まあ、もろもろまだまだなんですけど、まあ、そんなところを教えていただくところからスタートですね。